みなさんこんばんは、小岩井小鳥です。そしてこんばんは、南條石乃です。わー、南條さんが来てくれたわー。よっよっやってるやってる、はい、やってると聞いてきました。やってると聞いて、はい、やりました、はい、スタートしました。はい、フォトネイル新作発表生配信始まりました。はい、皆さん音と映像どうでしょう、聞こえてますでしょうか、見えてますでしょうか。お、イエーイ、やってる。やってる。なんちゃんいた、いるんですよ、画質良好。よかったよかった、うん、ね、ということでですね、うん、今月琴音色2回目の生配信なんですけど、すで、はい、に告知されている通り、お仕事音色第28弾作品に、うん、南條石乃さんにご出演いただいているということで、今日は南條さんにお越しいただきました。はい、こんばんは、南條です。いいよな、いいよな、ボイスまで出してくれた。本当、 おばばのおばば。ありがとうございます、はい、ということで私たちなんですが、うん、私たちといえばやっぱり、ね、そうね、落語のアニメで某、ね、女子なんとか、女子なんとか。今の情報を聞けた、大体わかりますね、うん、そうなんですよ、ご一緒させてもらって、うん、でそこ、それが私にとって初めてのメインキャラクターをやらせてもらった作品だったんで、懐かしいね、本当に。あんだから初めての先輩というか。マジで、うん、やだ、どうしよう。なんか南條さんと、うん、結構ご飯食べ行ったりした後に、うんうん、新宿だったっけな、なんか素敵なカフェに連れてってもらって、うん、え、わ、大人の女ってこんなことしてるんだ。いやでもあれたまたま入ったカフェじゃないかな。本当ですか、うん、そうだったんだ。知らないカフェだよ。え、知らないカフェだった。知らないカフェ、全然知らない。10年越しに知った真実。この辺でいいかなみたいなカフェじゃないかな。いや、わかんないけど、てきり大人の女の行きつけだ、かっこよーと思ってた。10年越しに夢を砕きに行くっていう。そう、いやでもその頃から小鳥ちゃんその音に対してこういうの好きでみたいなことをね、はい、言ってたけど、はい、それが今こんなに広がっていってなんかそれこそ女子楽の言うけど、はい、あの年始にあったイベントでも、はい、なんかこうイベントでさ、会場でなんかステージ上にスピーカーがあったんだけど、なんかアヤネルがなんか適当になんか坊主かなって、はい、そしたらもう速攻で言える、えー、みたいな。さすがみたいなね、かっこいいなと思っています。いや懐かしいし、はい、なんか ね、もうイベント熱いこの間だった、うん、ついこの間でもないか、そうだ ね、 ですもんね。そうだね、もうね、半年経ってしまったね。ね、うん、本当にもう素晴らしい先輩で、いやいやいや、その時出会えたからこそだったんで、本当にありがたく思っております。いや、こちらこそ、はい、そんな二人なんですけれども、うん、今日はですね、ちょっと先輩にプレゼントがございまして、え、あのここにですねイヤホンがあるんですよ。全部、あ、まあ、全部でもいいんですけど、全部でもメーカーさんもね来てくれてるんで、全部でもごめんなさい、ずうずうしいです。服なんで、うん、結構色がいろいろ、色がいろいろ、そうなんで色だけにね。まずはですね、この小粒というイヤホン、うん、でもね、コスパが良くてですね、コスパが良く、非常に使いやすい完全ワイヤレスなんですが、うん、色が超おしゃれなんですよ。いや、かわいい、どれもここにあるんですけど、うん、あの後で どれか今選んでいただいても、ぜひどれか好きな色とかございますでしょうか。これだけで50分ぐらいかかりそうだけど。あ、本当ですか。ぜひあの手に取っていただいても、後からでも大丈夫です。あ、かわいいね。かわいいんですよ。そう、すごいおしゃれなカラーばっかりで、白、そう、そうなんです、黒、はい、ベージュかな、これそう、名前が書いてあって、ムーンとか、え、嘘、うずら、そうです、うずらっていうイヤホンなんですよ。その下にね、うずらの卵ぽいって、そうそう、そうです、そうです、実機はここにあるんですけど、いい、あ、そうなんだ、かわいい、やだ、かわいいじゃない、かわいいわよ、かわいい。これがうずら、あ、ちょっと待って、はい、違う、ね、これ色の名前じゃない、うずら、ちょっと待って、カラー、そうなんです、ミント、はい、ミントもかわいい、ミントちゃん、じゃあこれは何色が好きなんですか、南條さんって。黄色、黄色、黄色のご用意がないぞ。これはサンドだ、サンド、サンド、そうです、これもいいね、おしゃれで、ね、アースカラー的な、紫も、これはそれね、なんだっけ、あのサンゴかな、はい、コーラル、コーラルだ、うん、そうです、これも可愛いな、うんうん、一生終わんないぞこれ。じゃあ後で選んでもらおうかな、じっくりで見させていただきます。はい、後ほどぜひ選んであげてくださいませ。はい、ありがとう、はい。そしてそしてですね、もう一つプレゼントがございまして、え、そんなに、そこに4つあるんですけど、うん、
こちらですね、うん、よいしょ、アズラさんから発売されている、うん、ASE500 っていうイヤホンなんですけど、なんかおしゃれだな。シリコンイヤホンなんですよ、なんで有線なんですけど、この線がつながってるやつ、寝るときに ASMR 聞いたりしても楽しめちゃうよ、素敵なイヤホン。痛くないってこと？そうですそうです。なんでゲームするのにもぴったり。あーもう最高です。長い時間最高です。黄色ありますよ。ほんとだよいしょ、黄色で。ちょっと待って、はいじっくり選ぶ、うん、じっくり選ぶ。これ黄色なの？こんな感じ。あ、こんな感じ。あいいね。なんでこっちか、はい、あーなるほど。あ、ほんとだ、いいね。え、何色が似合うかな。みんな何色が似合う？何でも似合うよね。さっきね、南條さんに似合う色の話してたんですよ。なんかやっぱ明るい色似合いますよね。ほんと？うん、ピンク。こっちも可愛い。黄色、ピンク、白、あ、白がなんか連続で3人白って言ってくれてる。水色、黄色、あ、黄色も3人。黄色にしよう。結局聞かねえって聞いといて。あ、黄色にしよう。黄色、おめでとうございます。ありがとう。可愛い。ぜひ皆さん、こっちも後でね、ゆっくり見させていただきます。はい、はい、そんなわけでですね、あとそれからもう一つございます。まだあるの？はい、すごい。これあの、小粒 4ASMR っていうすごく人気のある ASMR 専用イヤホンなんですけど、今回ご出演いただいたんで、こちらもお渡しさせていただきます。いいの？はい、はあ、すごい可愛いです。これはちょっと紫色です。いや、素敵な色ね、可愛い。うん、可愛い。これで ASMR お楽しみください。はい、わかりました。今日はありがとうございました。いや、お帰りいただき、違う違う違う、帰らないで、もうちょっとまだあるんですよ。まだね、始まって7分完全にただの泥棒だよまだね、もうちょっとあるんで。あ、そっかそっか、はい、そんなわけで私たち2人で1時間の生配信をお送りしてまいりますんで、はい、最後まで応援よろしくお願いします。お願いします。さあ、それでは本題です、うん、本題。あ、本題ね。本題です。こっちが問題かと思っちゃう。こっちも問題ではありますが、はい、本日発売開始のことね色の新作発表しちゃいたいと思います、はい。早速ね、視聴動画いただきますので、うん、皆さんイヤホンとかヘッドホンご準備いただければと思います、うん、どうぞどうぞご準備どうぞ、うん、どうぞ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 。結構ね、これあのいつもご紹介してるんで持ってる方も多くって、うんうんうん、いろんなイヤホンで皆さん聞いてくださるんじゃないかなと、ね、せっかくだからね、うん、思います。そういったので聞いてほしいよね。ですね、うん、イヤホンつけたって。あ、つけた、ありがとうございます。オッケー、準備完了。よしよし、オッケーオッケー。それでは皆様、お待ちかねの南條さんご出演の、視聴動画をお聞きいただきたいと思います。はい、それでは南條さん、カメラに向かって振りをお願いします。はい、それでは聞いてください。どうぞ。もうはじめまして。研修を担当します、中野ほのかです。今日からよろしく。わからないことがあったら遠慮せず何でも聞いて。まあ、偉そうなこと言ってるけど、私もまだ2年目なんだけどね。今日からお店に出てもらわなきゃなんだもんね。今日からあなたは、バスコスメショップサボンドアポジーのスタッフとなります。当社のコンセプトは、いつものお風呂で最高の贅沢を。お風呂は一日の疲れを癒し、明日へのパワーを蓄える大事な場所なんだけど、シャワーでちゃちゃっと済ましちゃう人が多いのも事実。ねえねえ、あなたはなんでうちで働こうって思ったの？やっぱバスグッズとか好き？バスグッズとか好き？好きバスグッズとかほのかちゃんとなんかちょっと違いますね。おかしいな、違う、あれテイストが違う、違う人だから、はいね、でもすごいイラストも可愛くね。実際収録の時はまだイラスト完成してなかったんで、そうそうそう、イメージな感じだったんだけど。そうなんですよ、いや可愛い、ね、可愛らしいお姉さんでしたね。ということで、お仕事音色新作はバスグッズ店員編でございます。視聴動画お聞きいただいたんですが、一体どんなストーリーなのか教えていただいていいでしょうか。はい、この作品はですね、私演じます中野ほのか
ちゃんが登場する作品となっておりまして、あなたはバスグッズショップの新人店員さんです、で先輩店員の中野ほのかと商品のテストをいろいろしていくという感じですね、でちょっぴりマニアックに商品への愛を語る彼女の熱い言葉に思わずドキッとしちゃいます、するんです、石鹸をこすったり削ったり、シャンプーを泡立てたり、髪を洗ってもらったり、オイルやスクラブでマッサージをされたり、泡風呂を試したり、耳を泡洗浄したり、耳かきや耳拭きをしてもらったり、一緒に過ごす時間から生まれる音色があなたの心を癒してくれます、二人きりの楽しい時間をたっぷり過ごしてくださいねということでございます。素晴らしい、ありがとうございます、いや収録ね、ちょっと前にね行ってもらって、で、僭越ながら私があのディレクションをさせていただくという、本当ねありがとうございました。いやこんな日が来るとは思ってなかったのでとてもドキドキしながら臨んだんですが、もう本当に素晴らしかったので、もう一瞬で終わったんですけど、早かったよね。早かったですね、すごい褒めてくれて、早いですって言って、いや本当に早かった、もうすごい最速記録にチャレンジするぐらいの速さ。そんなに、そうだったんだ。そう、私もね何回かはやったことあるんだけど、でもそんなになくって、内心合ってんのかな思いながらやってたんだけど、全然バッチリですみたいなね、ことも言ってもらえたので、いや嬉しい。そのあれなんですよね、この店員さんシリーズというか、いくつかそういう店員さん的なポジションでやっていただくお仕事ネイロの作品あるんですけど、店員さんって距離感がすごく難しくって、親しすぎてもちょっとおかしいじゃないですか、でもだからって遠すぎるとこう ASMR するのにならないしっていうので、この絶妙なところをあのもう最初からテストの時からいただいてて、やったぜやったやったぜそうなんかね、こうあんまりこうなんていうのかな、慣れ慣れしくしないけど、しすぎないけど、でもフレンドリーな範囲にはいてほしくって、で結構やっぱ距離感近いこともやるけど、なんかそれがこう変な感じに聞こえないように、なんか本人としてはこの商品が大好きで、ねすごくいいでしょっていうのも伝えているっていうのが、なんかそう爽やかに感じるといいなと思いながら演じましたね、いや嬉しい、まさにそれをことね色は結構大事にしてて、なんかやっぱ違和感あるのっていいんじゃないですかそうだね、なんかこう没入感というか、こう自然にその世界観に入れた方が、よりこう作品としても音も楽しめるのかなっていう、一ユーザー視点というかね、おかげさまで本当に素晴らしい作品ができました。よかったよかった。で ASMR って普段ちょっとなんだろう、聞かれたり知ってたりとかします？知ってはいる。あ、そうなんですね、YouTube とかで見たりとかですか？そうだね、なんかこうなんキャラクター目指していいか分かんないから、それが動き回ってるみたいなのとか見たりしたよ。癒されんなみたいな。ダミ兵でこう収録してあるいろんなやつとか。なん分からん。あ、どうだろう。あれかな。その動画はあれかわかそれかわからないけど。可愛いやつですよね。可愛いやつ。あ、ですよね。部屋の中をこう動き回ったり。はいはい、あの小動物っぽい。そう、小動物っぽい例の。みんなわかったかな。キャラクターの。あれ可愛いですよね。そう。いやそうですね、ああいうその ASMR いろいろな種類あると思うんですけど、このバスグッズ系って実はめちゃくちゃ人気が高いんですよ。あ、そうなんだ。はい、石鹸を切る音とかすごい心地いい音がして。じゃあほのかさんがこの作品の中で説明していたのは本当にそうということ？本当にそう、現実世界でもそうなんだ。そうなんだ、とっても人気があって。へー。実際収録した時にはまだあの効果音取りはしてないんで、完成はね今日あのやっとリリースになったんですけど、本当にあの素晴らしい音源ができておりますので。わー素敵。皆さん脳みそをねマッサージされるように。脳みそをマッサージ南條さん全部脳みそ黒い黒い画面に白い文字でそナレーションくれる癒しの方向じゃない、ぜひぜひあの聞いてもらってのんびり過ごしてもらえたらと思います、さあ紹介した音源一体いつどこでゲットできるか皆さん気になってるかと思います。気になる。はい、早速発表しちゃいたいと思います。こちらです。
でなんと DL サイトにて今すぐダウンロード可能です。あ、わいわいわいもうできてる。そうなんです。さらに今なら DL サイトに新規で登録した方には300円オフのクーポンがもらえちゃいます。おた、そしてさらにですね、今回の新作発表生配信を記念しまして、うん、本日から1週間8月3日の23時59分まで 20% オフのスペシャルプライスでお買い求めいただけますと、うん、太っ腹でございますね。そうなんです、うん、そしてさらにさらに新作の発売を記念して4月に発売となったコトネイロの作品が 20% オフになるキャンペーンを実施しています、うん、対象となるのは安野清野さん演じるお仕事ネイロ小料理屋編でございます。小料理もう絶対いいじゃん。めっちゃいい。本当にメステロなんですよ。うわあ、メステロの音あさね、天ぷらの音ってさ、はい、私体育館とか大きな会場でみんながわーって拍手すると、はい、私あれ天ぷらあげてる音聞こえるんだけど確かになんかおめでとうとかなんか会場とかでステージ立ってて、うん、はい、とかやってるとあーみんなありがとうって思いながらだんだん天ぷらあげてるみたいな気持ちになる。天ぷらあげてる感、雨がすごい降ってる感、はい、あでも同じだと思います。基本的に音の成分似てると思います。音の成分だん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 やばい黒画面音の成分っ作っとけばよかったそうなんだ、似てるんだ。似てると思います。じゃあ天ぷらと雨の音は兄弟ってこと、うんうん、兄弟なんじゃないですかね、知らないけど知らんけど。 DL サイトのページ見ていきましょうかねあ、見たい見たい。はい、こんな感じになってます。じゃじゃーん、わ、たくさんある。そうなんです。もう琴音色の作品本当にいっぱいあって43個ありますね。すごい。でこのもぐもぐ音色はどんなことやってるの、はいはい、これは本当に食べるだけです。食べてる音を、うん、撮ってるってこと？そうですそうです。はあ、冒頭にちょっぴりセリフはあるんですけど、うん、あの基本的にはこの唐揚げ編だと唐揚げをもぐもぐもぐ食べてんの。そうなん、実際に本当に唐揚げ食べてんの。そう、声優さんが食べてくれてます。あ、それはなかなか聞けないね。そうなんですよ、なかなかそれをダミヘで聞くってないんで。ああ、緊張するねそれは。そうですね、確かに意外と思ってる、うん、想像してる音とちょっと違うんですよ。そうなんだ。例えばこのちくわ編とかだと、うん、ちくわってじゃあ食べてる音どんな音かって想像したら、もきもきですよね、うん、じゃなくてちゃうの、しゃくってしゃくってすんの、うん、そうなんです。あ、面白い。そう、結構違って、そう、結構違って面白いんですよ。そうなんだ。ちょっと人気シリーズで、うんうん、VTuber に転生してみたシリーズっていうのもあったりして、うん、VTuber に転生、はい、あの天の声なんですけど、ね、うん、VTuber さんになっちゃおうっていう声優さんが VTuber さんに転生した感じというか、ああ、どうなるんだろう面白そうなかなか面白いシリーズでございます、うん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 、へ、本当にいろんなのがございまして、うんうん、こちらとかも人気ですね。何何、喫茶店員編。あ、良さそう、ね、コーヒーをこの入れる音とかいいね、なんか香りまでしてきそうだね、うん、ね、いや本当そうなんですよね。いいな、素晴らしい音聞くとやっぱなぜかなんか五感が刺激されるというか、うんうん、香りも感じたり、ね、なるほどね、感動しちゃいそう。本当にいろんな作品があるんですが、うん、とね、何が面白いか、あ、そう、作品コラボなんかもあったりします。あ、はい、あ、いいね、素敵。そうなんですよ。それから、あ、彩音ちゃんのもあったりします。へへへ、彩音るアナウンサーでございます。アナウンサー、そう、ちょっと変わった編ですよね。うん、いろんなロケに行ってくれて、アナウンサーが耳マッサージしてくれるの。そうなんです、ちょっと諸事情ありました。諸事情はあっていや、あの番組の中でその耳マッサージとかこう ASMR 的なのが結構人気だからチャレンジしてみようって女子アナさんが無茶ぶりされるみたいな。なるほど、あり得る、あり得る。そうなんですよ。何か気になるのありますか。これは何、怖い感じなの。あ、これは後藤さんです。後藤さんの幽霊編なんですけど、うん、良さそう。そう、お仕事で幽霊ってなんだって話があるんですがお仕事幽霊なの。お仕事幽霊です。え、幽霊なのにギャラをもらうってこと。ギャラもらう、多分何かね何かもらってるんじゃないですか、お供えとか。な、霊界で役に立つ何かね、何かもらってる。でもちょっとね、うん、こう絵にある通り実はちょっと切ないお話で。切ないんだ。怖さはないの。これないですね、怖さはないです。なんかちょっとなんか聞き終わった後ちょっぴり切なくなるような。なんかもう切なくなった。いや、もう早い早い早い。サムネだけでサムネだけで味わっちゃった。そう、サオリンの声っていうのでなんかもう勝手にもう切なくなってなんかわかんないけど
そういうストーリーか分かんないけど、行かないで、あーそうです、もうやだ。でも後藤さん収録終わった時めっちゃ泣いてくれてて、いやー天使、ね、素敵なお話、天使なのか幽霊なのか分かんない確かに幽霊だ間違いない、素敵、そうなんです、本当にいろんな作品があって、あ、リエリーちゃんのこの塾講師編なんかもいいですね、うんうん、あ、よさそう、え、教えてくれるのかな、そうなんです、ちょっと夢じゃないですか、夢だね、そう、ちょっとこう叱られたいね、ちょっと、ね、あ、いいですね、ちゃんと見てんのみたいな、そうですね、はあはあ、ちょっと夢が詰まった作品だったりもします、癒しがたくさんあるんだ、怖いのは作ってないの、怖いのは今んとこはないですね、そうなんだ、癒しの音色をお送りするって、そっかそっか、なるほどね、これも面白い、あのペットトリマーで皆さんがペットになります、君たちが、そう君たちがペットになるの、君たちがペット、ああ、可愛がれるかないや可愛がっていただきます、可愛いですから、あ、そっかそっか、ワンちゃんニャンちゃんですから、なるほど、はい、夢があるね、そんな素敵な作品いっぱいあるんで、ぜひ皆さんこの後もどしどしダウンロードよろしくお願いします、俺が犬だ犬としての誇り持ってるなんか違う犬に感じるんだけど、ね、確かに社会の犬そうだ犬と呼んでください、犬と呼んでください、大丈夫か、いいことだ、従順だ、うん、ね、いや、いろいろ気になるね、じっくり皆さんもぜひサイト ね見てほしいですね、うん、よろしくお願いします、はい、ということで、さっきは視聴動画を聞いていただいたんですけど、うんうん、ここからは ASMR サウンドを生でお届けしたいと思います、うん、題して ASMR 収録体験コーナー、イエ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 イ、じゃあちょっとダミヘに切り替えてもらって、私たちもダミヘ聞けるようにイヤホンつけていきましょう、はい、こちら収録の時にも使っていただいたんですけど、うん、VR3000 っていうファイナルさんのイヤホンになっております、はい、つけ心地もすごいいいんだよね、そうなんですよね、本当にあの収録にぴったりな感じになってて、うん、でもちろんゲームするのとか立体音響を楽しむのにもすごくいいんで、 ASMR バーカバーカ、うわーうわー、サービスしすぎこれサービスなの、サービスでしょ、皆さんほら、皆さんほら拍手してる、拝んでる拝んでる、おかしいよ、うわ、ね、大丈夫大丈夫その全部がご褒美ですよ、今めちゃくちゃ喜んでやってるみんな、おかしいよ、あざーすって言ってる、いや大丈夫本当にリアルでいいな、いやだやだ、大丈夫かな、みんないいな、バーカバーカとかいや面白いですねはい、そんなわけでダビヘに切り替えたんではい、あれですよね、あんまりダミヘで遊ぶ機会ってそんなにないですよね、ないね、本当にそう、触ってあげるとその音が鳴るし、乾燥してる、あ、乾燥、本当だ、肌乾燥してる、はたいてあげないと、なんかさ、スタジオによっては顔になってるよね、うん、なんかちゃんとさ、はいはい、髪の毛ついてたりとか、あ、そうなんですね、なんか本当に人がいるみたいで、はいはいはい、距離感戸惑う、確かにちょっと怖い、マイク的には近づきたいんだけど知らん人だしとかね、確かにちょっとビビりますね、うん、ってなりますよね、なるそう、こんなダミヘなんですが、はい、今日はいろいろ遊んでみたいと思うんですが、うん、ここにデデン、あ、お、すごい、立体的南條さんの拍手でした、拍手でした、これが天ぷらだよ天ぷらこれね、ボディースクラブがあるんですよ、うん、あら、いいとこのやつだ、そうですそうです、いいとこのやつです、うん、ホワイトティーって書いてありますね、ホワイトティー、うん、いい香りがするボディースクラブで、はい、あのボディースクラブって何ですかね、ジャリジャリしたのが入ってて、うん、それでこうマッサージして洗い流すと、うん、つるっと、うん、あの余分な角質とか古い角質が取れて、はいはい、綺麗になる、あ確かにこれはもうみんなやった方がいいやつじゃない、でも肌弱い人はね、はい、気をつけた方がいいですよ、うんうん、もうすごいね、開けてるところから、そう、すごい、あのいつもダミヘは音のメガネだって言ってるんですけど、音のメガネ、そう、普段なんか手とかさすっても音が鳴るなんて思わないけど、うん、こんな風に音がするんだなとか、確かにね、私さ LR 逆かもね、R が右ですね知ってるR だなこれ、あれあれね、もしかしたらあれかな、私が差し間違えてるかな、そうかな、大丈夫、 R が右です、あ、よかった、合ってた合ってたR が右だった、まあでもなんだろう、こっちでやってるけど右から聞こえるんだ、あれれ、聞こえない、聞こえない、あれあれれ、もしかしたらつなぎ間違えかな、私の方のこっちが右あれこっちは、まあいっか、まあそうですね、気持ち悪くなければ大丈夫です、うんうんうん、はい、ということでボディースクラブやっていきたいと思いますが、面白いな、ということは
L が左か。めっちゃ面白い。ボケてくれて、うん、面白い。そうだね。はい、じゃあこちらやっていこうと思います。よかったら、あ、そうですね、確かに。うん、よ、どうぞ。私もやったことないボディースクラブ。あ、そうなの？やりますか？やんない。やったことあるよ。やったことあるけど、あんまりね、顔とかは肌強くないから、はいはいはい、赤くなっちゃったりする、はいはい。手はいいんじゃない？手はね、きっと。いい香り。ほら。いや、そう、めっちゃいい香りなの。ほら。わかる？みんな。わかる？わかる？鼻詰まっちゃってる？これいいの？そのままいっちゃって。はい、もちろんです。じゃあちょっと、せっかくだから、ね。うん。あ、いい音。あ、混ぜてももういい音だ。ね、ちょっと取りまして。はい。音鳴るかな。あ、めっちゃいい音。じゃり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 。いい音台無し。じゃりじゃり。あ、すごいじゃりじゃりしてる。いい音。もうすごい。いい音だは。いいっすね、うん、いいね、ね、こんな音鳴ってるんですね、はあ、いい音だ。これは確かにずっと聞いてられるね。いや、そうなんですよ。本当に ASMR の中でもこのバスグッズ系は、うん、あの一大ジャンルで、うん、あ、いい音すぎて、うん、やりすぎて、あ、手が荒れちゃう、うん、そうですね、赤くなっちゃう、やりすぎちゃった。これちょっと洗い流してくださいませ。ちょっと程よく、ね、そうですね、皆さんやりすぎないように気をつけながら、ことびちゃん塗ってみよう。やります、やります。よいしょ。あと、ほんとめっちゃいい匂い。いい音ですね。ちょっと、で、うん、おお、めっちゃいい香りね。じゃあ、あ、いいね。いいですね。癒されるね。いい音だ。いい香り。確かにこれだけでもずっと聞いてられるね。いや、本当にこの後もうこれ1時間これで終わらしますか。うん、いいよ。私たちで決めていいのかな。わかんない。わかんない。ちょっとお水も。あ、どうぞ。めっちゃいい音。ちゃんといい音出るようにやってるよ私。すごい。プロ。で、こういうお仕事楽しそうだよね。本当ですか。私結構あのこのことね用の効果音ちょこちょこ取ったりとかでやってるんですけど、どうですか、スカウト。あ、マジで。ちょっとやりたいかも。一緒にキャンプとか行きます。キャンプ、キャンプの音取りに行ったりしたんですよ。楽しそう。楽しかったです。写真撮ってていい？写真、あ、写真、あ、写真で来てくださる、うん、まさかの。楽しそう。いや、専門学校の時とか、はい、自分たちでなんかドラマ CD みたいなの作らなきゃいけなかったりしたんだけど、はい、もちろん効果音とかさ、はい、なんとか全集とかあるけど、はい、高いですもんね。とかその中に入ってない音もあるから、自分でこうやったら撮れるかなとか、うん、足音とか、はいはい、襖の閉じる音とか、はいはい、撮ってた。はあ、家で、え、家で。すごい貴重な CD が。すごいな。だから南條さんってクリエイティブなんですね。いや、どうも、そう、うん、ありがとう。なんか正直自分がこうやって出てるより、うん、こうやってなんか作ってる方が楽しい。ああ、でも声優の仕事一応本来はね、裏方ですもんね。そうなの、裏方だから私目指したけど、そう、最近になった時にはもう世界変わってたんだ。そうですね、割ともう顔を出してが当たり前ではあるけど、楽しいですよね、このスタッフ業。うん、いい音。さあ、みんなおやすみ、おやすみ、寝たかな、みんな。わーっつって。ドレス。あ、嫌われちゃう。つや、つや、あ、寝てる。水の音いいね、ね。ちょっと私も、ライン流しまして。さらに、あ、タオルもいい音ですね。乾いた、今度。すごい、めっちゃツルツルになりますね。ね、え、すごい。いいよ。なんか、あ、違い分かりますか、この右手と左手。つまらん、始まった。ね、今やった方がツルツル。右手、ガサガサ。そうだ、そんなことない。ガサガサ、元から綺麗。ツルツル。すごい。あ、すごい、めっちゃ綺麗になってる。ね。え、すごい、キメが。こっちやった方。やっぱツルっとしてるよ。ほら、なんかピンクっぽい。そうそう、黄ばんでる。やだ、声優黄ばんじゃダメな気がする。黄ばんでる。
匂いまで伝わってきますわ、うん、めっちゃいい香りするね。いい音が伝わってるってことかな、うんうん、ありがたい。でもお高いんでしょう。だってそのお店行っていただいてね。そうですね、ご自分で。このお店にいろんなサイズ出てたりね、うん、香りもあるし、ね、いろんな商品出てる。いやこのさ、うん、収録した後に、はいはい、なんか久しくこういうバスグッズ店行ってなかったなと思って、うんうんうん、行きたいなと思って行っちゃったもんね。あ、そうなんですね、うん、いやでもめっちゃわかる。行きたくなりますよね、うん、あの作品。そう、なんかモデルになってそうなんですよ、うん、ここっぽいなってとこがまさにです。そう思いついたから、はい、そう行ってみてね、うんうん、なんかちょっとこまごまと買ってしまったりしたけど。いやそうなの、お風呂入りたくなりますよね。うん、そしてハンドクリームもあるんで。あ、保湿しないとですね。こちらでちょっと押し上げを。ありがとうございます。ハンドクリームも音何の、あら、ね、ああ開けま、開けなきゃですね。新品だから開けましょうか。私爪ないんで。爪はない。あ、爪、爪ネイル、ネイルアートネイルアートしてないネイルアート。そう、いけるかな。私全く無知なんですけど、あ、やります、全く無知なんですけど、多分そう、はい、誰かが取ろうとしてさ、ペリってところ、あ、取れて、確かに、そう、確かに剥がすところが剥がれちゃった、うん、けど、まあ、取れるでしょう、いけるでしょう、私は爪がないから爪いけた、いけた、ナイス、よし、じゃあどうぞ。ありがとう、はい、な、何を落としたの。忘れました、ごめんね。ちょっと出してみますわ、はい、あ、そう、多分あのこう混ぜる、なんていうか塗るときに多分音が、塗り塗りの音がしてるんですね。やっぱ音してるね。普段感じないですもんね、そんな。いい音、いい香り、うん、おいい、私もやってみよう。いい香り、うん、ノリ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 、あー、いい音ですね。あ、なんか家気分になってきますね。そうだね、ちょっと。でも家でやんないよ。確か家で、こいつ家にいないし確かに、確かに、こいつ家にいたらすごいな。いや、うちにはいるんですけど。おはようって、さすがだようちに普段は在住してくれてるダミヘちゃんです。これ小鳥ちゃんちいる子なの？そう、うちのスタジオにいる子です。あ、スタジオにいる子、はい、家にいるかと思って。まあ、でも家にもいる時もあります。名前は？名前ですか？まだない？な、KU100、 あの、なんだ品番KU100 か。そうなんです、ね、KU100 ね。命名していただける？ KU100 か。今生命判断士が来てくれたうちの子に名前がついにつく日が。KU100 く、はい、くになるよね。くですね。くくくく、もう100くいくくいとも読めるな。確かにくい、くい、でも可愛くないな。クイ、おーおー、可愛くないな。クイダブルオーちょっと強い、戦いらしそう。クーちゃんでいいんじゃない。クーちゃんにしろ、うん、君クーちゃんだって今日から。クーちゃん、クーちゃん、お前クーちゃん。これ、こいつどっちのですか。あの、新しい方ですか、2台ある方。あ、古い方。あ、あ、じゃあ、じゃあこれはですね、あの、うん、日本でも有名なフィットイヤーさんってあのイヤモニ作ってくださってる、そこの社長さんが貸してくださってるやつです。そうなの。お前クーちゃんな今日から。わかったか、大丈夫ですかね。クーちゃん、クーちゃんだお前は、うん、分かったな。あ、クーワンにしよう。クーワン、あ、うん、0100だから、うん、クーワンなお前な今日から、うん、分かったな。名乗れよ自分でな。クーワンです、クーワンです。そんな声ない。クー、はい、ということで、さらにはですね、うん、耳かきも持ってきたんで。あら、これ自分でやったことはさすがにないですよね。どういうこと。あのダミヘちゃんの耳かきないね。どうぞ。ぶっ刺しちゃうかも。え、それはあのクーワンちゃんが故障リペア。え、このさ、はい、マイク見えるじゃん、はい、もうここまでこすって言ったら壊れちゃうってこと。あんまりしない方がいいかなみたいな。そうです、外側をカリカリと。あ、いい音です。あ、いい音です。ここにね、はい、食べ過ぎのツボがあります。 ありがとうございます。それちょっと押していきたい。押していきたいな。自分のここをね、押してあげるとね、胃もたれに効きますね。皆さんもご自分で押していただいたら、はい、
これ細いものじゃないとね、なかなか自分の爪じゃ、あ、なるほどね、届かない場所なんですけど、耳かきでちゃんと皆さん押していただいて、はい、食べ過ぎですからね、日夜ね、私たちみんな詳しい場所わかんない場合は、あの、はい、芋たれ、芋たれスボッと調べて検索してくださいこっちだったかなあれちゃうすかい適当なつぼしだなもう全体的に押していくから、ねね、押して悪いとこないですかね。そうだよ、とりあえず押していけばいいな、耳つぼし編って言われてる。あ、いや、ちょこっちも、そうです、そっちもほっぽほっぽってしてあげるとあ、いい音ですね。うぇーってなりますね。あー、あー、そう、そのむずがゆい感じが心地いいというか、あー、いいですね。あー、取れますねお客さん、すごいな、でっかいな取れますね。いみんなが良いって言ってます、はい、あ、良い、どう、いいよね、気持ちいい、いいっすね。結構ね、優しめにやる方が音としてはいいことが多かったり、空気が含まれていいのかな、うん、ですかね、うん、外側もまさにあの最初に言ってた初期食べ過ぎのツボとかもいいと思いますね。こっちいいですよね、よき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 職人感すらあるそうですね、もうなやり続けて 2年もうちょっとで3年いや素晴らしい、いや本当にありがとうございます、ね、さあということで ASMR の音、うん、楽しんでいただけましたでしょうか、はい、以上 ASMR 収録体験コーナーでした。続きまして、今夜皆さんにぐっすり眠っていただくためにこんなコーナーをやっちゃいたいと思います、うん、ASMR 朗読コーナー、眠れ今のだと物理で眠らそう眠れはい、物理では眠らせません魔法でね眠らせて行こうと思います。魔法で、そうですよ、私たちの声の魔法で眠らせて、素敵な、いきますよ、はい、はい、今回は2人で一つの物語を朗読したいと思います、はい、今回朗読するのは、うん、子供の好きな神様という作品です。子供の好きな神様ですね、新見南吉さんの短編でございます、はい、うん、ということでご準備は大丈夫でしょうか。てことはもうあんま激しめにやんない方がいいってことなのかな、まあ、激しいとちょっと確かにどうしたのかなどうしたのかな神様荒ぶってるカトリじゃんそうですね、割と絵本を読む感じでお送りしてくださる方が多いかなって思います。わかりました、うん、はい、ということでご準備は大丈夫でしょうか。はい、やってみましょう。はい、はい、それではお願いします。いきます子供の好きな神様。子供の好きな小さい神様がありました。いつもは森の中で歌を歌ったり笛を吹いたりして小鳥や獣と遊んでいましたが、時々人の住んでいる村へ出てきて好きな子供たちと遊ぶのでした。けれどこの神様は一度も姿を見せたことがないので、子供たちにはちっともわかりませんでした。雪がどっさり降った次の朝、子供たちは真っ白な野っ原で遊んでいました。すると一人の子供が雪の上に顔を映そうよ小さな声で子供やの娘じゃないと言いました。これ後で切り抜いてみんな聞いたりする？いや、しないと思いますよかったと言いました。そこで13人の子供たちは腰をかがめて丸い顔を真っ白な雪に押し当てました。そうすると子供たちの丸い顔は一列に並んで雪の上に映ったのでした。 1,2,3,4 と一人の子供が顔の跡を数えてみました。どうしたことでしょう、14ありました。子供は13人しかいないのに顔の跡が14あるわけがありません。きっといつもの見えない神様が子供たちのそばに来ているのです。
そして神様も子供たちと一緒に顔を雪の上に映したのに違いありません。いたずら好きの子供たちは顔を見合わせながら目と目で神様を捕まえようよと相談しました。兵隊ごっこしよう。しようよしようよ。そうして一番強い子が大将になり、あとの12人が兵隊になって一列に並びました。気をつけ番号と大将が号令をかけました。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12と12人の兵隊が番号を言ってしまいました。その時、誰の姿も見えないのに12番目の子供の次で13といったものがありました。弾を転がすような良い声でした。その声を聞くと子供たちは、それそこだ、神様を捕まえろと言って12番目の子供の横を取り巻きました。神様は面食らいました。いたずらな子供のことだから、捕まったらどんな目に遭うかを知れません。一人の背高のっぽの子供の股の下をくぐって神様は森へ逃げ帰りました。けれどあまり慌てたので靴を片方落としてきてしまいました。子供たちは雪の上からまだ暖かい小さな赤い靴を拾いました。神様はこんな小さな靴を履いてたんだねと言ってみんなで笑いました。そのことがあってから神様はもうめったに森から出てこなくなりました。それでもやはり子供が好きなものだから、子供たちが森へ遊びに行くと森の奥からおーいおーいと呼びかけたりします。あの琴音色始まって以来途中でチューニングが入りめっちゃ面白かった。もう私あのちゃんと読めた記憶ないの、笑うのを食らえそう。いや面白すぎる。いやもうなんか別にこの話がどうじゃないんですけど、うん、女子楽の収録思い出しちゃって、あの女子楽ね、なんかだって今時なんていうか楽しかったね。そう、うん、真面目にする作品が多いですけど、うん、女子楽の時真面目にやってたんですよ。真面目にやってたんですよ。大真面目だよ。なんですけど、うん、面白すぎて笑ってアフレコできないってあったなって。あったね。懐かしい。もうその感じでずっと笑いそうになって。あった。確かに次私のセリフなのに笑ってもう出れるかなみたいな。そう、笑いを我慢できるかっていう勝負になって。あったね。懐かしい。それを思い出したりしても面白くって。あ、なんかエモいじゃん。いや面白かった、うん、もうなんか全部が面白く見えてきちゃって、一回笑っちゃうとダメですね。まあ、そうだね、うん、あのここに入っちゃうとね。本当になんかでもこれどう、神様かわいそう。この神様はこんな小さな靴履いてたのねと言ってみんなで笑いました。ひどいよひどいよ。神様のことひどい。しかもなんか、うん、ね、ちょっとうがった目で、いやこの作品は本当に素敵な作品なんですけど、ちょっと現代に生きる私はちょっとうがった目でいろんなものを見てしまうんで、子供の好きな神様って見るとなんか大丈夫かな。それあの収録じゃ配信始まる前にね、ちょっとあのなんかいろいろね盛り上がっちゃう、人盛り上がる。そうですよ。ちょっとね、ちょっと危ない匂いがしちゃうけど、そうじゃないんですよ。ね、どうね、いろんな捉え方が本当にあるね。でもそれでもやっぱ好きで、うん、森の奥からどこじゃないって多い。好きだから多いってずっと呼び続けてくれてる。怖い。かわいい。神様ちっちゃって笑われて、そっからもう森に引きこもっちゃった。神様なのに奥からおお。かわいそう。ハート弱いしなのにまだ好きで言うの諦めきれないよ。おい、面白すぎる。どう撮るのが一
番正解なのかな。本当に面白いな。そうなんかだからこれもさ、はい、私たちの言い方一つで全然変わった話になっちゃうなと思って。本当にちょっと不審者読みしたら不審者になっちゃいますもん。すごい慎重に言ったよ ね、うん、優しい物語に聞こえてたらいいんですけど。そうなんか押し切ったところはある。ちょっとなんかそうですね、うんうん、押し切りました。面白く行きたくなる気持ちもすごいあった。面白かった、うん、3だけねちょっとなんか気づいてくれてコメント書いてくれて3だけアホの子になるこんだけたくさんの人読むことなかなかないですからね。ないね、うん、いや面白かったありがとうございます。ありがとうございました。はい、ということで以上朗読体験コーナーでした。はい、それでは、耳せじゃない耳せ物を見たが聞いてなかった実はイヤホンあすごいなんか外していきましょう、うん、懐かしいな。本当に笑って収録できなかったんですよ ね。もう懐かしい。やりたいなね。本当にね、うん、はい、ということでですね、うん、今後も、どんどんね琴音色続いていきますんで、はい、情報を必ずキャッチしていただけるように公式サイトとツイッター用意しました。こちらです。はい、はい、ありましたかね。はい、こちらです、うん、ツイッターじゃないんですよねもうね今ね。 なんかそうね、X びっくりした。急に知らないアプリ私ダウンロードしたみたいな気持ちねえ、ツイッター一応ツイッターでも今のとこは大丈夫かなと思うんですけど。あ、ツイッター .com 変わってくるの。 X.com なのかな。なんのかな、みんな知ってる。みんな X って言ってるねえねえ、まだ慣れないね。そうだね、うんうん、なんかツイートじゃなくてなんかなんと X みたいな、なんか難しいね。ありましたよね。あったね。ね、難しいよ。難しい。はい、ということでぜひホームページとツイッターよろしくお願いします。はい、さて今回も新作の発売を記念してですね、うん、プレゼントキャンペーンやりたいと思います。プレゼント、まず一つ目がこちらです、うん、私たちのサインです。ね、賢い人には見える。はい、あれ見ましたよあれその切り返しも台本にほら真っ白だって書いてある。あ、そうだ、あれ真っ白だあれれ真っ白だよ。じゃあちょっと書いてください。お願いします。あ、まだ書いてなかったのか。なんか見えるけどな。あれ見えますか。あれ見えるのか。見えない。私にはちょっと見えない。見えるのか見えないはい、黒でいいの。何でもいいです、好きな色で。え、好きな色。はい、でも金色だと多分薄いんだよなサイン。あ、なるほどね。うんうん、何色がいい黒。何色がいい、分かった。聞いてない、やっぱり聞いてないんだよな一応聞くけど、うん、一応聞く姿勢だけ見せる。なるほどね、聞くけど答えはね、うん、そうだね、うん、これ2人分ってことだよね。そうです、2人分です、okay、お願いします。はい、なかなか生サインないですよね。どうだろうね。ありますか、結構よく生サイン書きますか。生サイン書く。あ、本当ですか。そっかそっか、はい、CD 出したり。あ、そっか、アーティスト活動サイン会とかね、あったり。なるほどなるほど。はい、ダーン、お願いします。ドーンドーンドーン。あ、かっこいい。かっこいい。山ですか。あ、違った山に目を描いていき、おい違った、この山には神様が宿っておい、おい素晴らしい作品なのに。そうだよ今日私たちの中の楽しかった事件におい山の神違う、この山にはこれが神の顔です見える人にだけ見えますありがとうございます、はい、こんな感じで書かせていただきます、はい、もう作者さんに怒られちゃうよ。本当だ、本当すみません、素敵な作品なのに。すごい素晴らしい作品なの。現代が、現代の時代が悪い。じゃあ私の心が汚いや、そう、私たちの心をあら、水色。そうです、私はなんか水色が多いので水色に決めました。これでいいかな。あと日付、日付ね、2023年、今日は7月20何日か、9、8よし、できました。やったー、じゃじゃーん、イエーイ。こちらプレゼントしますんでよろしくお願いします。私たち2人だけのサインってなくない。ない、ね、ないです、初めて書きました。ぜひ貴重なんで、はい、手に入れてください、ゲットしてください。そしてプレゼントは他にもございます、うん、
まずは、こちらですね、うん、AG のうずらでございます。うずらちゃん三条さんにもプレゼントするこのうずらなんですけど、こちらシンプルな完全ワイヤレスイヤホンの定番としてロングヒットを続けている小粒に疲れないノイズキャンセル&自然な外音取り込みをプラスしたアップグレードモデルとなっております。ぜひ皆さんうずらでも聞いてみてください。そしてそしてアズラから発売中のネホンこと ASE500 ですね、南條さん黄色を、ね、手に入れてくれた、はい、もう持って帰ります。はい、持って帰っていただければと思います。こちらはですね、ネホンこと ASE500 なんですけど、こうシリコンボディで横になっても痛くならないネホン設計となっております。わ、早く寝たいな。いや、いいですよ、ね、うんうん、試したい。これいいですよ本当。流星なんでね、朝起きて片側見つからないってことがないんで大事、はい、うっかりさんにはぴったりでございます。はい、はい、ではプレゼントの応募方法をご紹介したいと思います。どうぞ。はい、こんな感じで、琴音色の公式ツイッターをまずフォローしてください。フォロー。続いて今から私が琴音色公式ツイッターでツイートをしますので、うん、そちらをリツイートしてくれた方の中から抽選でプレゼントさせていただきます。ということで皆さんご準備は大丈夫でしょうか。はい、リツイートも X ついたらどうなんだろうね。DX だね。 DX リインヨー X インヨー日本語。え、リエクセズ、リエクセズ、セズ、セズって否定形じゃないですか、うん、日本語だともうリツイートせずみたいなね。リツイートってイーロンが言ってた。言ってた、イーロン言ってたんだ。そうなんだ。じゃあせず覚えられないんだよなもう。いや、まあ、ツイートしまーす。カタカナ、ツイートするって書いてるもん、まだこのアイコンとか。そうだよね、ツイートします。はい、ポチよいしょ。はい、ツイートできました。早くするんだみんな。よし、皆さんリツイートよろしくお願いします。フォローして、はい、リツイート、リツイートよろしくお願いします。さあ、そろそろ番組も終わりの時間が近づいてきました。あっという間、あっという間だった。1時間え早い、早っ、おーい、あっという間。今日ずっと神がいる、山の神がいる。さあ、じゃあここで改めて情報を振り返っていきましょう、はい、まずはこちらです。はい、お仕事音色第28弾は私南條佳乃が出演するバスグッズ店員編です。おーい聞いてね、変な人の声が違うんだよな。ほのかちゃんそんな子じゃない。ほのかさんはこんな子じゃない。可愛い子です。はい、そして公式サイトと公式ツイッターございます。こちらです。じゃじゃーん、フォロー&リツイートよろしくお願いします、はい、そして公式ツイッターではプレゼントキャンペーンが実施中です、うん、先ほど私たちが書いたサインと AG うずら、ネホンこと ASE500 が抽選で当たります、うん、応募方法はことねいろ公式ツイッターをフォローしていただき、プレゼントキャンペーンのツイートをリツイートしてください。おい、さあそんなわけでお送りしてきました生配信ですが、うん、いかがだったでしょうか。楽しかった、楽しかった。嫌いになってない？めっちゃ好きです。やっぱりやっぱ先輩ってすげえなって思ってばっかりでした。なんでなんで、そんなことあった？そもそも私南條さんに、うん、あのそうやってカフェとか連れてってもらったりとかした時に、うん、すごい、なんで声優になりたかったかっていうと、うん、声優さんって、うん、自分で考えて、うん、自分で歩いてるじゃないですか。うん、え、どこ違った、またこれも10年越しの誤解。どこをどこを、え、人生を、人生を、うん、うん。そうだね、そこが大好きでかっこよくて憧れてなりたかったんですっていう話をしてて、今日も改めてやっぱ自分で歩いてるな、台本など合ってないようなものだなって。それはね、そう。あ、でも声優にそういうイメージがあったんだね、その役を演じてっていうところに、うんうん、その自分で道を歩いているっていう要素を見たんだ。そうですね、なんかアニラジとかやっぱり聞いたりしてたんで、ラジオ番組とかで声優さんが自分で人生を選んで歩いてるんだなってのすごい感じて、ある意味そこをそのちゃんと開けてオープンに話してくれてたりする姿を見て、うん、確かにすごいなって感じたんですよ、うんうんうん、いろんな先輩方がやっぱいるしね、うん、いろんな人の話聞きたいよね、やっぱね。そうですね、うん、本当に勉強になるばかりです、はいはい、大好きです。ありがとうございます。おい、なんで山田が見えてくる、おい、ずっと出てくるんだよな。もうまたぜひ、はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。
また、この後もですね、ことねいろ ASMR つけた実況ツイートとか、それから作品聞きながらのツイートもお待ちしておりますので、よろしくお願いします、はい。そしてこの後は先日発売したもぐもぐねいろ唐揚げ編の商品レビューを私小祝が私小祝が読み上げさせていただきますので、うん、一旦セットチェンジ挟みますんでそのままお待ちください、うん、ということで南條さんここまでです、はい、いやーあっという間だった、楽しかった、ありがとうございました、ありがとうございます、はい、それでは今夜はことねいろを聞いてなんでふわっと出されるのよ、今ね切り替えてくれたっていうののね出し方が笑っちゃった、ごめんなさい、はい、おやすみなさいね、せーの、おやすみなさい、はいはい、気に入っちゃった。
ということで。面白かったね。ずっと大爆笑だったよね。と面白かった。クーテンちゃんね、今日から君はクーテンだよ。つけてもらったもんね。南條吉野さんつけてくれた名前だよ。すごいね。高いぞ、せギャラそれぐらいすごいすごい先輩にね、よくしてもらったね。よかったね。はい、ということで皆さんただいまです。ありがとう、ただいま神様グッズ出るぞ出ない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 、新見南吉さんの作品ですから出ない出ない出ない。さあ、そんなわけで前回のね、琴音色唐揚げ編のレビューを読んでいきたいと思います。肌ケア肌ケアね、ちょっとカサカサしてるもんね。肌ケアしなきゃね。クーワンちゃん、ワンだ、クーワンちゃん肌ケアしようね。さあ、あとあれだもんね、君弟がいるもんね。ニューダミヘちゃんがね、君がリペアに修理に行ってる間にね、できた弟くん、そう、弟くんもいるんですよ、この子。モンスケさんからのレビューです。いつか南さんの唐揚げ ASMR 来ないかなと期待してたら本当に来たのですごい嬉しかったです。私もついにこの日が、なかなか本当に食べるからさ、あの OK してもらえるかなってドキドキしながらだったんだけど、よかった、嬉しい。2時間半というボリュームと4種類の唐揚げの音、そう、それぞれ結構違う音がするんだよね。ね、そして南さんのアフタートークも聞けるお得感、確かに。まず入り方がいいんですよね。そう、あのストーリーはね、良かったと思う。らしさがでしたよね。某配達サービスみたいな感じで、南さん本人が直々にお家に唐揚げを持ってきてくれるという設定。そうなんですよ。そう、なんか無駄に回していこうかな。南さんそれ以上に食べてる、そう、ひたすら食べてる。そうなんですよ。人によっては咀嚼音苦手な人もいるだろうなと思うんだけど、確かにね、個人的には手羽先から揚げの音が一番サクサクでいいなって思いました。わかる、いいよね。非常にお腹がすく ASMR、 そのもぐもぐ音色は幸せな感じがして、こうお腹すくよね、うん。聞くときはぜひ自分も食べ物を用意するのがいいかもしれない。確かに同じから揚げ用意してみるのもいいかもね。アフタートークでも話してましたが、吉子さん唐揚げ専門店の唐揚げだから、それを買って食べて聞くのもありですよね。確かにね、唐揚げの音もいいし、最高の ASMR を作ってくれたコッコさんに感謝。ありがとう、すごい、なんか私にまで感謝してくれて、モンスケさんはできる人ですね。ありがとうございます。続きまして、よいしょ、唐揚げ、あ、これちょっとあれか、ネタバレありにしてくれ、ネタバレあるっけなネタバレありにしてくれてるビビリこさんからですね、ありがとうございます。素敵な作品ありがとうございますのレビューいただいてます。で、イグニゼムさんからありがとうございます。南咲さんがすごく近い距離で唐揚げを食べるというシチュエーション、一見すると意味がわからないかと思います。確かに。ですが試しに視聴してみてください。想像以上に幸せな空間が待ってます。そうなんですよ、ぜひ皆さん聞いてほしい。これはね、ちょっと斬新なんで、ちょっとそうですね、 ASMR 上級者の方に楽しんでいただけるかなとは思うんですけど、ご好評いただいておりますね。あ、そうね、音だけでよだれが出てくるとは思わんだ。わかる、収録してると本当にお腹すくしよだれ出る、うん。ね、神様からの命名、そうなんですよ。さあ、そんな感じで今日もお送りしてきましたが、いかがだったでしょうか。バスグッズの音ほんといいよね。あのスクラブとかめっちゃ綺麗になっちゃった。やったね。はい、ということでですね、今回バスグッズ編発売となったんで、そちらもレビューをお待ちしてます。また次回こうやってご紹介させていただきますね。それではまた次回生配信でお会いしましょう。あ、みんな今もう名古屋に入ったのかな、どうかな。私は明日秋葉原でイベントして、明後日名古屋に